ええ。 FX を辞めた理由は何がありますか、えー、?FX を辞めた理由。FX を辞めた理由はですね、FX が勝てないからですね。端的に言うと。はい。FX は勝てました。日本の証券会社って、僕がやってた時はですよ、今はどうなってるかわかんないんだけど、基本的に注文を飲んでるんですよ。飲むってどういうことかっていうと、普通はですよ、海外の FX 業者とかは、FX でお客さんが買い注文を出しました。それをインターバンクって言って、えっ、ー、と、大きなマーケットに流すんですよね。で、手数料で儲かる。それが正しい形なんですけど、日本って金融リテラシーが低いです。金融のことわかんないやつめちゃくちゃ多いんで、えー、お客さんがどうせ負ける可能性が高いっていうのを証券会社もわかってるから、えー、お客さんからじゃ 買い注文が来ましたそれをインターバンクとかに流すんじゃなくて自分たちの証券会社で持つんですよ。持つんでしょ つまり、え、お客さんが100万円分買ったとして、どん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 下がっていって、お客様が負けたら、証券会社が儲かる。一方で、お客さんが買い注文を入れて、どん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 円安になって上がっていって、お客様が買ったら、証券会社が自腹でその費用を払う。まあなんかギャンブルみたいな感じなんですよね。ギャンブルの胴元みたいな感じなんですよ。その仕組みがある以上、証券会社はお客さんは絶対勝たしたくないです。なんでかっていうと、証券会社の損はお客さんの勝ちだから。逆に言うと、お客さんの勝ちは、え、お客さんの負けは証券会社の勝ちになる。なので、日本でよくスリッページでなんかこう、レートが飛んだりとか、いろんなね、こう、不具合が多いんですよ そういうゲ、そういうゲームだからそもそも勝てないなと思ってやめました。で、僕がやってた時は指標トレードって言って絶対勝てる必勝法があったんですよね。その時は勝てたんですけど、えー、さっきも言ったようにお客さんの価値、えー、が証券会社の損なんで、かつ投資家、えー、かつトレーダーの証券口座はどん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 無条件で口座凍結されます。別に悪いこととか何にもしないのに、え、なん、なんか謎の規約違反で凍結されるってことはたくさんありました。はい。なので、日本の証券会社は勝てるお客さんはいらないんですよね。少なくとも FX に関しては。だから僕はこんな世界で戦っていても未来はないんでやめたっていうような次第でございます。はい。 えげつないシステムです。そうなんです。えげつないシステムなんです。はい。うん